ボールトンポールデファイアント。ボールトンポールデファイアントは第二次世界大戦前にイギリスで開発されたボールトンポール射精の単発レシプル複雑戦闘機である。前方固定機銃を一切持たず、武装は機体上部の多連装旋回銃刀のみという異色の戦闘機として知られる。デファイアントとは挑戦的ななどの意味。初飛行は1937年8月。 総生産数は1065機。前方への固定機銃を持たず、機体上部国ピット工法の4連装、旋回銃刀のみを武装とする。開発当時の戦闘機としては重武装だが、機体が重いため、鈍速で、運動性能も悪い機体であった。対独戦の初戦において、BF-110 や1087に対しては、それなりの戦果を上げるも、BF-109 に対しては、 多数が撃墜されたこともあり、通常の戦闘機としての任務に不適とされた。しかし、爆撃機を相手にする夜間戦闘機として転用され、バトルオブ・ブリテンの初期に活躍する。その後、本格的な夜間戦闘機が開発されると、標的栄光機や海上救助などの雑用機として使用された。イギリス空軍パイロットの間では、ダッフィ、バカ、 ウスノロの意味との不名誉な相性があった。1935年、イギリス空軍は第一次世界大戦に活躍したブリストルファイターとコンセプトを同じくする可動式機銃を備えた単発複雑戦闘機という要求仕様階級35を提示した。パイロットは操縦に専念し、獣手は広い射角を得られる旋回機銃で攻撃に専念できるので戦闘を 有利に進められるるという概念であるこの要求仕様に対し、ボールトンポール社の P82 試作機と、奉還社のホットスパーが競合することとなった。P82 の一番機にデファイアントの愛称が与えられ、1937年8月に初飛行した。重道なしでの飛行試験と、重道を搭載しての飛行試験が行われ、要求仕様に対して合格点の仕上がりであった。 これに対するホットスパーの開発は遅れ、初飛行がその1年後になっただけでなく、機体性能も十分ではなかったため、デファイアントが正式採用となり、通信用アンテナやキャノピーなどに少しの改良を加えた上で量産されることになった。これが最も生産数の多いデファイアントマーク I 型で合計713機生産された。先に量産されているハリケーンとは、 ロールスロイスマーリン31030馬力エンジンが共通しており、機体の大きさや翼面積も似通っていた。しかし、ハリケーンの全備重量2 9 0 0ラム、最大速度時速5 3 1トルに対し、デファイアントは全備重量が3 9 0 0ラム、最大速度時速4 8 9キロメートルと、 重刀と副座ゆえの大重量と高翼面荷重のため、単純にスペックを比較すると鈍速で、機動性が低く上昇性能の悪い戦闘機と言えた。デファイアントの最大の特徴となる重刀は、コクピット後方の機体上部に搭載され、7.7mm 機銃を4門、備えた重武装となっている。電気ポンプによる油圧で旋回し、垂直尾翼に当たりそうになる場合は、 自動的に電気が遮断され発射が停止するようになっているほか、機体前方へは、コクピットとプロペラへの命中を避けため、19度以下への射撃ができないようになっていた。非常時にはパイロットが銃刀での射撃を行うこともできるが、パイロット席に照準器がないこともあり、この機能が使用されることはほとんどなく、銃刀は主に後方へ向けた状態で使用された。 最初の配備は1939年12月に第264飛行中隊が12機を受領し、1940年からイギリス海峡のパトロールの任務に就いた。発戦艦は1940年5月12日のオランダ沖上空で HE111-188 を1機ずつ撃墜。その後に続くダンケルクからの撤退戦においては、187及び、 BF-110 など、K65 機を撃墜している。ただし、それら敵機を撃墜した時の状況には、ドイツ軍パイロットがデファイアントをハリケーンと誤認し、後方から接近してきたところを攻撃した場合が、少なからず、含まれている。ドイツ機はデファイアントの最も有効な地点に自ら、飛び込んできてくれたようなもので、デファイアントの戦闘機としての性能が優れているとは、言い難い,い面があった。 またそれら撃墜した敵機のほとんどが機動性の低い、双発機で軽快な BF-109 が相手ではデファイアントの方が多くの被害を出している。特に5月19日の出撃では BF-109 の正面攻撃によって6機中5機が撃墜される大きな被害を受けた。264飛行中隊では対抗策として機体を降下させながらラフベリーサークル 水平に円を描くように起動する防御陣形を取ることで視覚をなくし防御する戦術を考案した。バトルオブブブリテン開幕時に第264飛行中隊以外にデファイアントを配備していた第141飛行中隊が7月19日に出撃し、実戦でこの防御戦術を試すこととなったが、15機の BF-109 により攻撃を受け9機中6機が撃墜された。 この時、第111飛行中隊のハリケーンが介入したため、残りの3機も悲劇追を免れたようなもので、被弾多数のために1機が期間後に廃棄となっている。こうしてデファイアントは昼間戦闘に不向きと認識され、第1戦からは外されることとなった。しかしながら、バトル・オブ・ブリテンでのイギリス軍の戦況は苦しく、8月には、たびたび戦闘任務が与えられた。 出撃の結果は、三端たるもので、26日に2機喪失、28日に5機、喪失し2回の出撃で、計九人の搭乗員が死亡するなど、戦火に見合わない損害を被ったため、昼間戦闘機としての用途は、完全に失われた。昼間戦闘機としての欠点は、最大の特徴であるはずの重刀が、主な要因となっている。 第一次世界大戦に比べ高速化した戦闘機同士の戦いでは重力荷重がかかる中で銃刀を動かして狙いをつけることははなはだ困難な作業だった。また射撃に適した位置へ移動するためにはパイロットといての間で意思の疎通を図ることが必要なのだが激しい戦闘機動中にそのような余裕があるはずもなかった。ど重で機動力が低い飛行性能に加え、 前方固定武器がないためパイロットの自由な攻撃ができないばかりか、正面からの攻撃にも弱いという大きな欠点も抱えることになった。さらに細かい問題点として、伊手の生存率の低さが挙げられる。伊手の登場は銃刀を機体前方へ向け銃刀後部のハッチから行うのだが、銃刀を後方へ向けた状態ではこのハッチを開くこと、不可能だった。つまり脱出する際も、 重頭を機体前方へ向けないと、いては脱出できない構造になっていた。また、重頭内部は狭くいてはパラシュートを装着した状態で登場できないため、脱出時に積んでおいたパラシュートを装着する手間を必要とした。さらに、機体が被弾し、電気系統が損傷すると重頭が旋回できず、脱出が不可能な状況に陥ってしまう弱点までもあった。 このような問題に対して、ボールトンポール社は銃刀を撤去し主翼内に機銃を装備、炭酸に回収した機体を空軍に提案したが、すでにハリケーンやスピットファイアが活躍している城下では、採用されることがなかった。こうして昼間戦闘機としては、失敗に終わったデファイアントではあったが、8月の大損害以前に行った夜間出撃で2度の戦果を上げていたことに着目され、 夜間戦闘機として使用されることとなった。夜間戦闘に転用されたものは N 回マーク I と呼ばれ、さらにレーダー搭載の回収が行われたものは N 回マーク IA の型番が与えられた。第264-141飛行中隊は夜間戦闘機部隊に改編され、さらに4中隊が新設された。さらに a i マーク4溶撃戦闘用レーダー及び、 マーリン XX エンジンを搭載したマーク2が開発されたが207機生産3個飛行中隊で運用されたにとどまった。この間に開発が進んでいた、ボーファイターとモスキートの夜間戦闘機仕様でも、重刀搭載案が検討され試験もされたものの、結果はかんばしくなく、廃案となっている。デファイアントの夜間戦闘の方法は、 後の射銃での攻撃と同様に、敵機の加工方に接近し、銃刀で射撃するというものであった。パイロットが、レーダー手を兼ね、いては従来通り射撃のみを行う。その後に登場する夜間戦闘機のほとんどは、これと異なり、パイロットは射撃手を兼ね、もう一名が、レーダー手となる、役割分担をとっている。このことからデファイアントの分担があまり効率的では、 なく、夜間戦闘機として、マーク2以降の発展がなかった理由とされている。夜間戦闘機としての能力は完全ではなかったものの、必要な時期に能力を持った機体として、防空任務に活躍したということで、夜間戦闘機としては一定の評価をされている。昼間戦闘機としては、失敗に終わり、夜間戦闘機としては、 本格的な機体にその座を譲ったデファイアントであったが、高速での射撃訓練機として、再評価され回収、生産が行われた。1942年には、完全に戦闘用途から離れ、訓練機、標的栄光機、ECM、航空海上救助作業に使用された。電子戦機は、ドイツ軍のフレアヤレーダーに対するマンドリル、妨害装置を搭載した機体である。 標的栄光機としては、特に銃刀を撤去した TT Mark III として140機が新たに製造された。Mark I MK II も標的栄光機として転用される際には銃刀を外す回収を受けている。イギリス海軍で開発されたブラックバンドックもデファイアントと同コンセプトの機体である。スクワ環上級効爆撃機を元にして、 開発されており、やはり単発複座で、機体上部の多連装銃刀のみを武装としている。スクアの生産もボールトンポール社で行われたのだが、銃刀は別のものを搭載していたため、生産時に混乱が起きた。なお、両者のコンセプトの元となった、ブリーストルファイターには前方機銃が装備されていて、パイロットが射撃する前方固定機銃と、 後部座席観測員が使用する旋回基準の両方によって顔を上げていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。